はい、本当クラブです。今日はチーズくんと、はい、クーゾーさんです。なぜか今日はアラバスタ編なんですね。俺は怒ってるよ。まあ聞きましょう。いやみんな言うやん、アラバスタ編は良かったって。アラバスタ編が一番良かったって、まあ言うね。もうさ、ここわが訳わかんなかったんだって。俺、和の国がね。そうだから、ちょっと、まあ、老害ですよ。昔が良かったっていう人いっぱいいるじゃないですか。おじいちゃんとか、おじいちゃんみたいなこと言いますけど、もうなんでワンピースこんなわかりづらくなっちゃったの。もうアラバスタ編までさ、科学のシンプルにして面白くしようよっていう話。なるほど、和の国を汚すためにアラバスタ編を振り返るという話ですね。おっしゃる通りです。なるほど。何が良かったか。性格の悪さがにじみ出てます、ね。はい、まあクソゴがブロックしますけど、とりあえずやっていきましょうか。はい、行っていきましょう。はい、まずあのアラバスタ編覚えてます？まあまあなんとなく。はい、まあワンピースでも、いやまあ一応あの頂上決戦編かアラバスタ編がまあ一番評価の高い編なの。まあ俺はどっちかっていうと、まあどっちも好きなんだけど、アラバスタ編の方が好きで。お、理由は？わかりやすい。対立構造が分かりやすいっていうのが一番いいんですよ。元渋海かっこはクロコダイルさんがボスを務めてるバロックワークスって会社があるんですよ。で部下にミスターなななななミス、はいはいはい、ね、いざ最終決戦だっていう時にボンクレ VS サンジとか、いやれはなんだね、ゾロ VS スパスパの実のやつとか、ミスター2かな、そう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 、誰対誰、これがめっちゃ分かりやすくて、かつ各々熱くて、丁寧に描かれていた。これがまあもうアラバスタ最高な理由。なるほど。ちっちゃめちょっといいですか。はい。完全掌握でトップがいて下に部下がいる。はい。バーサス麦わら海賊団、はい。あれ聞いたことあるな。聞いたことあるね。和の国で聞いたな。私じゃけなしに言うか。はい。まあ、すみません、こちらですね。はい、まあ、和の国編が好きっていう人もいると思います。その人たちは否定する気はないです。で、僕も和の国編のおでん編は好きなんですよ。あのね、おでんさんの過去編とかはすぐ分かる人好きなんですけど、いかんせんあの鬼ヶ島編がわけわかんないよって話します。構図はめっちゃ似てるんですよね。似てるよね。はい、何が違うのかっていうと、いっぱい誰が誰だかわかんない。あのまずカイドウがトップですね、敵方。そしたらオオカンマ3人います。分かりやすい。それ分かりやすいですか。お前ら何あのね、誰が誰だかマジで分かんなくて。ああ、なるほどね。そう、しかも扉っぽチュースみたいな、おっしゃありますよみたいな感じで負けなくてそんな感じ。そう、あの感情移入ができないのに6人もいんのよこいつら。加えてですよ、ここまでだったらいいよ、百獣海賊団対麦わらだったらいいです、赤座役人男とか出てくる。9人もみたいな、まあね、ここを6人にしたりはこいつらが9人がいるからみたいな。まあ確かに構図はそんなね違ってないよね、ただ何が分かりにくいかって言ったらね、多分一気に全員出たってことだ気がするな。おっしゃる通りでして、あここまで、まあまあまあさ、やっぱですね、ここまでは許そうよ。一番上を海業とまとめて片付けなきゃいけなかったかと、よかったんじゃないですかと。でしかもこれささっき言ったじゃん、構図、このアラバスタ編は、ボンクレイ VS サンジみたいな、そこで一箇所みたいな、最終的にはルフィがカイドウに勝ち、ビッグマムはローキックを倒すし、オオカンマンはゾロとかサンジが倒すわけなんだが、そこまでの紆余曲折で、誰対誰じゃないんだよね、もう、わーみたいな。しかもね、わちゃわちゃしてる様相は、頂上戦争編でもあったんですよ。なんで頂上戦争編が面白かったっていうと、今まで出てきたキャラだけで、頂上戦争編はほとんどやってたんですよ。だから新規に覚えるキャラが少なかった。そうそう、まあ C っていうのは白ひげ海賊団の、まあ、ダイヤモンドジョスとか火剣のビスターとかちょっとあったけど、確かにほとんど白ひげもともと知ってる。エース助けるが分かりやすい。大将、七部海、まあなんかクロコダイル、バギーとか、元からいたキャラだから感情移入が出てきたんですけど、和の国編はこの扉っ子、王冠番、国男っていう、お前ら誰やねんみたいな。アラバスタと頂上戦争編をくっつけて悪い部分だけ抽出したのが和の国編。まあ一視聴者の綺麗事ばっかり言ってらんないですよ。ワンピースのいいとこ悪いとこもちゃんと言った上で、僕はこのアラバスタ編みたいなシンプルな構図がいいんじゃないのかなって今回は思いました。はい、まあコメント欄でね、荒れない程度に意見の方お待ちしております、というわけで今回は老害そうですねな話でした。あの僕は和の国編一番好きですよ。こびてるわ。はい、じゃあねー。